x q q ました s e <laughs> s h o ー,ーシーズン2エピソード7、はい、本日は3月28日マ出場を決めた次の日ですね今回なんとあの伝説のプレイヤーデータディビジョンバラント部門からバラントの覇者スコットラス <laughs> ハオマダムのキング<も>ラズさンが来ていただいてますはいデバイス取りに来たら巻き、まあ、込まれました <laughs> よろしくお願いしますまあ元気ないみたいですけどちょっとねやっぱ昨日大会でね、うんまあ、眠れなかったのはねあると思うんで <laughs> なるほどねい,いんなねはいいつもだって俺ぐっすりなんだけどすぐ起きちゃったさすがにそうだよね<え>うんえ <え>なんかね、眠れる感じ、なんか大会終わった後ってね、まじ眠れる感じしなくて、でも布団入ると一緒に寝ちゃう。うん。で、朝起きる。すぐ起きる。なるほどね。そう。全然起きなかった。<laughs> ちなみに、昨日の秋、あ、おとといの秋かった。一 <laughs> 昨日は、大会前日は、久しぶりに寝れなかったね。お<ー>寝れなく、寝れないなって思いながらもなんか考えてたんですよ <laughs>、多分。 寝れないわけではなかった。はい。俺、大会前日の方が寝れたな。終わった後の方が寝れなかった。寝れたもうどっちも。おぉ<う>。一瞬。おぉ<う>。具合いいようですね。はい。まあ、大会はセクララーさん来てるからね。なんか、これまでのゼータディビジョン新メンバー、具合どうですか いや、もう、見ての通りじゃないですか見ての通り。はい。めっちゃ強いよ。めっちゃ強いね。めっちゃ強いね。はい、じゃあめっちゃ強いということで。はい。終わりです <laughs>、はい。次の話に行きましょう。<laughs> 次は、うんまあ国内、俺ら、プレイオフ、リグ CR、イグジストだけ。うん。なんか、 同じ敵とめちゃくちゃ合うね、今回は。シアルズ3回戦ったからね、<laughs> 全部で。リグとも当たるし、結構予選含めて、そんなたくさんのチームとやってないよね。うん。うん、でもなんかそのうちリグとかノーセプとかが、なんか思った以上に強くて大変だったわ。うん。ちゃんと対策してたよね。うん、普通に上手かったね、敵でやってて。はい。 CR もね、まあ、まあこんなにこんなに再戦するんだと思っちゃったけどね <laughs> 3回だ<で>よ <laughs> 3回1大会で <laughs> こんなになんか同じ敵と当たる大会ってあるんだってうんちょ感動しちゃったもんさすがに <laughs> 大体もう他の普通だったらさこう上から上と下のシードでこう徐々に上り詰めてきて グランドファイナル当たるなこのチームとは絶対負けられないなと思ったら、まあ、そのチームは3回来たからね <laughs> 大変だった <laughs> 大変だったわなんかまず本当、そと特にグランドファイナルが思ってた以上にね向こうもちゃんと対策してて、うん、実際平分とかねなんかうちがやっぱ強いなって思ってる動きとかもちゃんと返す対策してたから 進化してる感じだったな、うん、あの感じで、ステージ2もね、また、大変な敵になりそうだね。他、他のチーム、まあ、再編今してるところもあるし、そのままやるところもあんのかな。ノーセップリグナイトとか、ステージ1とかでは結構、片鱗を見せたチームというか、ポテンシャルめちゃくちゃあるチームが、 このままやり続けられるんだったら結構ステージ2もステージ2でめんどくさそうだねまあでも俺らも進化するからまあねそりゃそうなんだけど<ー>えうん進化しないま,すません横やり入れてしまって進化しないですか <laughs>、うん、あの進化しますよそれ<ー>世界大会決まったしねヨーロッパに行けますよヨーロッパでね進化してこないとんあなんかほんと最近 アジア、まあ、結構いろんなチームとスクリームするじゃん。で、ま、エイパックだったりペーパーレックスと、それシャーが上がってきて、韓国は VS が上がってきて、まあ、なんか本当に、まあ、ちょくちょく見る顔ぶれ。なんかあそこら辺が実際ヨーロッパマスターズ本戦出て、まあ、俺らもそうだけど、なんか他のチームがどれぐらいの結果出せるかってすごい、 気になってる、うん、で。で、きるだけ別のグループで当たりたいなって思うんだよね。<laughs> アジアでしょそう。それはそう。そう、なんか本当昨日そう、ペーパーレックスのコーチと話してて、なんか、マジで別のチームいいなって。アレックスアレックス。ホセイ君とやりたくないから、別のチーム行ってくれ。別のグループ行ってくれって言って。 まあでもなんかやっぱリージョン別なだけで、ね、全然ぶち込まれる可能性あるしね。VS と同じグループとかもね。はいまあ、APAC 同士で当たるのはなさそうではあるけど、うん、やっぱね、APAC と JP とか APAC と KR とかで分けるかって言われたら、なんかそんなに余裕がない気がする。今回少ないしね、通常、うん、チームもどう、まあ。向こうでスクリームして、どれぐらい、 通用するかそれが楽しみだよ、うん、向こうのスクリームが本当。んなんか結構やっぱやったことないチームがほとんどだしさなんかやることも結構違うし海外大会渡航後のそこでの練習って俺一番好きだそんなことないいやいやそうだよそうめっちゃ面白い、うん、なんかそこで全然 <laughs> 勝てんかった時が 俺は結構怖いけどスクリームで <laughs> そうまあそれはそれででもまあいろいろ学習するべきとこがあるからなんかラッキーぐらいだけどな俺はラッキー,ッキー早めに直す、ね、回収できるところがいっぱいな、うん、なるほどねポジティブだ<の>あんまり通用しなかったことないもんねぶっちゃけその海外とのこ先のスクリームで、うん、なんかねやっぱ向こう 相手チームも普段戦う相手、うん、戦う普段と戦い方全然違うっぽくて、うん、結構通用することが多くてスタイルがねうん、まあ、うちらってうちらってどちらかというとどこら辺に入るんだろうねなんか A パックはすごい A パックのスタイルっていうイメージが俺はあるし、まあ、韓国は VS がこう支配してるから VS <laughs> って感じがあるけど他の他,他の海外チームから見て 日本のチームってどこに分類されるのか気になるよね。えー、いうどうだろうああ ?NA っぽくはないよね、多分。どちらからというと KR 寄りなんじゃないの ?KR 寄りってなると EU 寄りっぽい感じになるから、VS っぽい感じ。どうなんだろうなんか爪爪でミスゼロみたいな感じは結構するじゃん、<ー> VS は。あ、まあそうだね。でもそこまでじゃないね。そう、そこまでではないじゃん。うん。 多少のこう、オーバーな部分とかもあるだろうから、なんかそういう評価ってちょっと気になんない。気になんない。気になんない。<laughs> 気になんない。まあなんか他の人がどう評価するかとかは、そんなにだな。うん、俺は自分たちがどんだけ通用するかとか、考える、るほどね、考えるな。ストイックですね。はい。ストイックなんですかね。はい、興味がわからない。 他人に興味ない人はちょっと他人に興味ないわけじゃないですよ <laughs> <僕>本当強い選手好きだし、ね、強い選手にしか興味がないってい,ことで <laughs> いや、まあ、分かる気持,気持ちはマジで分かるなんかこうそうね選手やってた時も印象が残んないと全く溺れれないから俺もうんなんかそういう系統の 記憶の方法あるよね。まあ。興味が置かないみたいなね。ねあまあ、やっぱ、普通に性格があると思いますよ。その。なんか、自分がどれだけできるか、自分たちがどれだけできるかが。大事な人とか。うん。なんだろうな。と、自分たちがどれぐらいの位置にいるかが大事な人とか。うん、なるほどね。結構、分かれると思います。はい。黒さんはどうですか。あ、しいて言うなら。うん、自分のロール以外のプレイヤーあんま興味ない。 ああ自分のロールでやってる人で上手い人が好き。イニシエーター的なね、サポートロール的な。とか、うん、スタックスとか。うん、最近だったら、ボースターとかもイニシエーターになったね。あ、まあそうだね。うん、試合中は割とだからその全体的な、なんかそのライブで見てると割と全体って見れないじゃんとか皆、うん、さいとか、うんとライブで見てるときは割と、その試合の 仮面というよりは、うん、こ,のこの状況でサポートが何してるのかなみたいなのは見てるから、うん、確かにね情報量的にはこう感染カメラの中心に映ってるから <laughs> まあ主にキルシーンとかそういうのが映るもんねなんか俺は本当にそうあ田さんもなんか「黒のブリーチやばい」みたいな話をするじゃんうん、うん ななんんかかあれもなんかよくよく見てみるとみんなが打ち合ってるところに地面見たらなんかひび割れてるみたいなね <laughs> な,ん<か>いやなんかスタンが入るスピードとかでやっぱ敵,<う>敵でやってても強いブリーチは速いなとか正確、うん、だなとかわかるじゃんこれな敵でやっててやばいだろうなっていうのを味、うんね、方でやってて感じててだから他人に興味ないわけじゃないですよお なるほどね。<ー> <laughs> 認め、やっぱ、認められてる。なんか強いもの、うん、なんか、うまいものにはめっちゃ反応すると思う。うま<ー>いものめっちゃうまいって言うと思うよ。なるほどねあ。つまりじゃあ、ラさんが、こう、あ <laughs>、こいつ強いなと。あ、この人うまいって言われたらもう認められてると。そういうことですね。まあ嘘はつかないんで。おお本当。<laughs> <え>疑いの目がすごいひどいなもう <laughs> <laughs> いない方がいいんじゃないの。<laughs> <laughs> なるほどね、まあでも確かにほんに最近最近やっとサポートロールはこうなんていうのスポットライトが当たり始めてるから、うん、こういろいろと他のチームがよりなんかバウラント的な戦い方だったりとかスキルベースの動きだったりもしてくるようになってるからね <laughs> まあでも スポットライターが当たるっていっても、その感染側の見方としてというか、うんな、なんだろうな、なんかよりよく解説してくれるようになったとか、そんな感じはするけど、うん、結構、選手やってる側はもサポートのありがたみは死ぬほど感じてる、まあね、それはね。それはそうだね。うん、はい、それはそうです。はいはい、やってる側なんで、うん、感じてなかったらやばい。 <laughs> はいじゃあチャレンジャーステージ1振り返って一言で一言で大変だったねめちゃめちゃこんな長いブートキャンプ初めてだし一言じゃねええ一言じゃねえな <laughs> いやまあそうでしょう一言じゃ収ま,れ <laughs> 収まらないよこれはおおなるほどねまあこのブートキャンプやってるからには負けられなかったし、うん、まあいろいろとね なんか俺らも大変だけど、こう、まあ、チーム側もめちゃくちゃサポートしてくれたしね。俺、スタッフの人とかめっちゃ大変だと思うけどね。いやもう本当に。毎日ギャギャ、ギャーギャ。っ <laughs> 昼間からここら辺でなんか、一生規制上げてるやつらがいる横で仕事するのなかなか無理だけどね。俺は無理 <laughs>、うん。家帰るけどね。お世話になりましたもんね、うん。本当だいぶ。 確かにな。予選から含めたらもうどんぐらいやったんだろうほぼほぼ1か月半とかそれぐらいはやった1か月半以上やってると思うよ最初,最初がだって3週間ぐらいいたでしょうんうんもう1週間ぐらいいたねああ1か月ぐらいいたねだよねあまあでも半分ぐらいか1週間あ一1か月半ぐらいかそうまあ実質なんかもうここに住んでるみたいな感じだと思う うん、宿泊先とこことの行き来だったから、まあ、なんかやっぱ、すげえ集中できる環境だなっていうのは、思ったけど俺はそうだね、練習、練習環境としては、素晴らしかったと思う。うんうん、なんか、やっぱ家で、家にずっといるより、ちょっとした緊張感はあるからね、ああなんか、人がいるじゃん、やっぱり周りに。はははいはい、はい でも俺はだって、あそこでジュニアさんと隣だったんだけど、一緒にジュニアさん空き時間に、なんか F1 のなんかゆっくり解説動画みたいなの見てるから、なんも緊張がなかった。大会の合間も見てるから。俺らの試合のいや、空き時間。別に空き時間どうでもいいけど、終わった後も F1 見てるしね。 どんだけ F1 好きなんだろうって思ってさ、F1 とゆっくり解説動画で、こう、ほとんどの時間を浪費してるから。幸せじゃないですか。あ、スクワットしてねえじゃん。あ、逃げられた。逃げた。残り27回か残ってんだけどな。じゃあ空港でやってもらおう。うん、どうせ飛行機座ってるし。 <laughs> その間、筋肉痛 <laughs> 回復させてもらおうかな。地獄になりそう <laughs>。<laughs> エコノミー、症候群プラス筋肉痛 <laughs> はい。じゃあ、ラウさん、どうでしたか、はい、うん。終わってみればち。ちょっといいですか、マイク。持ってもらっていいですか終わ、はい、ってみれば。まあ、納得の結果だなと思いますね。おおなるほど。うん。 まあなんか大会が後のインタビューとかでも言ってたけど、ポテンシャルをめちゃくちゃ感じてて、感じずにはいられないぐらい。うん、はいはいはい。でまあ、やっぱ大会だから、ちょっとコロッといかれちゃう可能性も全然あって、まあそこは怖かったけど、まあ普通に強くて、普通に勝てて。うん。納得だな,、うん、なコロッといかれそうなスコーンにはなるもんね。<laughs> 結構そうだねころっといかれそうなスコアになったけど、でもやっぱそこからこうカムバックできるのが、やっぱ強いチームというか、なんか自分たちがこう、何をすればちゃんと勝てるのかっていうのが、確立されてる感じがして、めちゃくちゃ良かったね、今回。うん、そうだね、戦い方が強,強かったよね、うん、まずね、そ,<う>そこの熟練度もすごくて、プラスでアドリブも何回か含めて。うん はい、カムバック多かったね、立ち上がりにこけがちなのういや、でも、なんだかんだ国際戦見てる感じ、ああいうスコア差は結構ある。それこそギャンビッツとかも圧倒的に13対4とか13対0とか、なんかそういうのができるチーム同士ではないじゃん、なんかね、やっぱ強いチーム同士は有利されるとか有利な。 状況でちゃんと勝ってくるからなんかそういうとりあえず一旦一旦取られるけど逆転するみたいのは結構あるまあ割と冷静でいられたよねそうだね、うん、ちゃんと頭が回ってた感じがする、うんまあ普段からね練習である程度勝ちのイメージというか <laughs> いいプレーが こうイメージとして残ってるからそれができたら別にいくら取られようと勝てるからねはいまあでも今回はだいぶ肝を冷やしました <laughs> 俺は <laughs> 見てて <laughs>、うん、やっぱね <laughs> の負けたくない勝ちたいイコールミスれないというかそこにつながっちゃってて、うん、なんか 多少ギャンブル予想の入る意見とか、すごい出づらい感じになってんだろうなとは思った、うん。まあそうだね。まあ普段からね、そこを加味して練習できるかっていうと、なかなかやっぱ大会は大会だしね。難しいな、結局でもふ、<coughs> 結局その普段これが正しいっていうのをなんか考えておかないと、大会でこういう時これが正しいっていうのが本当に出なくて。 でもそこの、そこ普段、ふ普段やってる分だけ、大会でちょっとだけ出てくるっていう感じが、まあね、反省会の時とかもね、まあ、ちょっとこれは良かったけど、ね、でも、合理的に考えると、こういうプレーもあるよねみたいな感じの話もするから、なんかそこが、多分そういうのがなかったら、大会でああいうシチュエーションになった時に、本当に合理的なプレーしないといけないシチュエーションになった時うん、うん 出てこないだろうから、うん、なんかその辺はもうみんな、まあ、結構反省会も大変だったけど時間潰していろいろやってた会はすごいあったんじゃないかなと思う若造はめっちゃきつそうでやってるけど、うん、まあついてきてくれる、ね、こんななんすよこれんがな,なん当に俺のせいなのか寝るやつが悪いのか でもボイスチェンジャーか、でもボイス,ミキ,スのミキサーか、<laughs> もうヘリウムガスが吸おう。自分で頑張って変声してる。俺の喉をいかれる。俺の喉が先にいかれるんだよ。あ、<laughs> ちょっとやってみる今。ええムで、録画してみますか。<え> <laughs> なんでだよ。<laughs> ある程度喋ってからでいいだろう。<laughs> 最後。 いや、最後最後つったら俺じゃあこの後外出れない <laughs> <laughs> そんな効果長くいかないでしょれど,どれで長いの 1>, ?1 分ぐらいだよえそんななのえだって一つで30秒とかっすよねどうする変わんなくなったらいや変わんや <laughs> <laughs> やってみてよ <laughs> 変わってちょうどいいぐらいなんじゃないかそれ <laughs> 変わってちょうどいいってなんだよ <laughs> 普通のぐらいの戻る、うん まあ、まあ、やれたらやるわ。やんないけど。ちょリスクがね。何のだよえ。え戻んないかもしれないや <laughs> どうする次から俺の配信見に来て、変な声聞こえたら。<laughs> 毎回吸って、毎回吸うしかないね、もう。<laughs> 毎回吸っても演出してこいよ。声変わっちゃいました。や,やだよ。 まあ、できれば寝てほしくないですけどね。まじ、あ、マジで、このね、この声が眠くなるっていうのはね、もう俺、どこのチーム行っても言われる。うん、おばっちょの時から言われてるし、なんか一回、専門学校で講師してた時も言われた。<laughs> もうコーチングできないじゃん。やっぱヘリ、ヘリムラスすらないか。<laughs> コーチ生命 <laughs> かかってる、おしかして。嫌すぎるわ。なんか声が変わるマスクするわ、じゃあ。ぜひや,やってほしいわ。まあ、じゃあ、別の期待。また、ステージ2のブートキャンプ時やるわ、じゃあ。絶対笑って話聞けないけどね。いやいやいや、それに慣れたら聞けるようになる。<laughs> 最初だけ。1>, <laughs> 1分ごとに俺座らなきゃいけない。<laughs> ードハードじゃんほどジュニアさん、ジュニアさんが喋ってもらうのが一番いいかもしれない。なんか、ジュニアはなんだかんだ、ちょっと割と簡潔に喋る方だから、ちょっとたまに何言ってるのかわ,けわかんない時あるけど、こっちの言ってることも全然伝わらない時もあるけど、割とでもなんか、大会のタイムアウトとか、ジュニアが喋って、 やってるのは割、割なんかスッと入ってきてきたような記憶がある。うん、<は>ジュニアさんはなんかそうだねとりあえず伝え方はマジでうまいから、うん、なんかちゃんとジュニアさんの中で物事が完結されてるときにしゃべるジュニアさんの話の内容はすごい分かりやすい。うん 早口だだけど聞き取れるからねそ<う>すごいんだよ、ね、な,んかなんでだろうね <laughs> ジュニアさんの話が分かんない時はこう入ってくる情報と出ていく情報がこれもうずっとこうこれが止まってない状態なんかジュニアが自分でなんか結論が出てない状態で考えながらしゃべってる時は意味分かんないけど、うん、結論がもうジュニアの中に出てる時は分かりやすい <laughs> そうだね <laughs> 今度からじゃあしゃべる時タイムアウト取ってもらうか毎回 <laughs> 球産 <laughs> <laughs> は球産でそう言ってることが分かるからその状況整理とか、うん、まあそういうのはめちゃめちゃありがたいじゃあジュニアさんをリスペクトするわまあなんかそうやっぱ俺も俺で大会中のタイムアウトはねちょっとこっちょこうんか日を追ってこういう感じで伝えた方がいいなとは思ったからなんかこう一回文章として自分が何を話したいかとかを 出しとくととく結構話しやすいなと思った、ね、難しいね難しいと思う、うん、いや難しいと思うよかなりまあ怖いだろうしね結構、うん、選手はコーチのそのタイムアウト、うん、タイムアウトって大体流れがいい時か、うん、すごくいい時かすごく悪い時にとるじゃんすごくいい時はまだいいけど、うん、すごくいい時に例えば余計なこと言って捉え出したらちょっとメンタル的に、うん かわいそうだなと思うし、うん、あの悪い時に行って、それで取れなかった時とか、それが本当に何読まれてて、うん、刺さらなかった時とかも、まあ辛いだろうし、というのは、めちゃめちゃプレッシャー感じるところだろうなとは思う。あと、選手とコーチでやっぱちょっと、うん、ちょっと違うじゃないやっぱ考え方とかそ、ね、その実際にプレイしてるのと見てるので。でそこもね なんかコーチサイドからしゃべる時はもうなんだろうねもうなんか霧の中に突っ込んでる感じがまあ確かにねあるだろうなとは、まあかね、だから俺はコーチ自分で無理だなとは思ってるけどねやってる側の感覚プレイヤー出身といえど、うん、結構分かんないからまあそうだよねなんかそのどれぐらい打ち合い合い勝てるのかとかやっぱその本人たちが一番 感触としてえてる部分ってコーチは分かんないから、結果だけを見てるというか、見ようとも見えるんだろうけど、打ち合って勝つか負けるの結果しか把握してないから、それが、やさっきの攻めで良かったから、じゃあもう一回やろうっていうのが、それがどれくらい再現性あるかっていうのを、うんうん、結構見極めないといけないしね。まあでも、<laughs> まあ、 勝ったらじゃあ俺のおかげで負けたらみんなのせいってことで <laughs> いいですかダメダメ。<laughs> ダメ <laughs> みんな話聞かない <laughs> <laughs> まあ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 でもどうなんだろうねそこら辺はちょっと噛み合いとかもあるからねそれが本当に読みで負けたのか噛み合って負けたのかもうん、うん、それでけ勝手にこう疑心暗鬼になっちゃうとよくないから俺はある程度 なんか一貫した考えは持とうとはしてるけど試合中はね、はい、何の話だっけ思い出すみませんけどあそうねまあちょっとじゃあ苦労らずに話してもらったんでプレーオフ今大会通して、まあ、ちょっと俺的にはそうまあ2人とも言ってたけどなんか負ける気というか絶対勝つだろうなと思ってたんだけど 絶対負けないだろうなとは思ってなくて、まぁ、あ、ちょっと矛盾してるんだけど、なんかこの感覚は、競技してる人だったら、わかると思うんだよなんか絶対勝つと思うけども、やっぱ、心のどこかしらで、あ、これワンチャンいかれるかもな、みたいなのは、一瞬湧き出てくる可能性あるし、なんかそれはもうできるだけ考えないようにしてるけど、今回の、そう、 行かれそうになってるスコアとかがいると、もう、まあでも俺は本当にできるだけみんなを信じてたから、スクリームのパフォーマンスだったりとか、大会これまでの結果とか、なんか各々がこう試合を作ってたし、ついなんかその試合ごとごとで、5人誰かが誰でもキャリーできるみたいな、誰でもそのシチュエーションを覆せるぐらいの、 まあ力を持ってるってのを知ってたから、なんかそこら辺、まあうまくプレイできてるだったら全然そういうスカインになっても、まあちょっとは安心しては見れはしたね。ちょっとヒヤヒヤするけどみたいな。まあだから、これをねそのままマスターズに持ってきたいなとは思ってる。実際こうプレッシャーだったりとかこう、 相手へのリスペクトで自分たちのプレーができなくなるとかもあるからただまあそういうのはまあゼロにすんのは無理だけどやっぱ感じながらもちょっと楽しみつついいプレーしたいなせっかくのマスターズだしね日本のチームで体験できるの俺らしかいないわけだし本当。ほんと いけなかったからね、去年はレイキャビック <laughs> そうね、ここで、うん、負けたからね、はい、今年はいいスタートを切れて、大変いいと思います、はい、じゃあ、まあ、ちょっと今日はまはあ、大会終わってすぐってのもあるし、うん、アイスランド、もうすぐ始まるからね。うん ちょっと俺らもあんまりこの大会終わってリラックスして次に備えてる時間もなかなかないので今日ドタバタしてるしちょっと今回は短めな内容ででまあ次次この話はアイスランド行った後だったりとか、まあ、どっかしらで何かしらが何かしらのコンテンツが出るとは思うので、まあ、ちょっとそっちに期待していただけたらなと 思っています。あ、忘れてたんですけど、なんかちょっとマイクの機材が新しくなったらしいので、なんかだいぶ聞こえやすくなったんじゃないかなとは思います。まあ、それでも何かしらあったら、こうやって書いておいてください。はい。じゃあ、ね。抱負。これ抱負言うのはあんま好きじゃないんで、じゃあお二方に、 えー、マスターズの抱負についてお話お伺ってもいいですか勝つぞあちょっと<ー>マ,イクマイク近づいてもらっていいですか勝つぞおお<ー>はいということで、えー、ザイクセキュキュンドシーズン2エピソード7 終了となります今回はゲストにあの「ゼータビジョン」からナズさんが入れちゃってくれました次回はん誰かな,誰,いいかな誰か分かんないですけどコメントでアイスランドなんで病気とかえ <laughs> 病気知らない知らないはい、はい、じゃあ終わりです <laughs> <laughs> いや有名よ本当うんかんない 知らんかまあ火星の撮影に使われてるぐらいだからね火星人とかいるかもしれないし楽しみですこれははいまあ初めて行く国なんでねめっちゃ寒いらしいけどねそんなでしょえ東京の真冬って言ってなかった最高気温6度東京の真冬寒いよちなみに寒いはい寒いですはいじゃあ、えー、動画の方は YouTube に まあ、音声だけではスポットファイアの方にも上がってるので、各自コメント、高評価の方よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは。さよなら。さよなら。<laughs> <laughs>